次に徳本義孝さん。 ただいまご指名をいただきました市民申請クラブの徳本義孝でございます平成31年から令和元年と今年1年を振り返りますと台風や大雨による災害が幾度となく日本国中で発生した1年でありましたが命を落とされた方々のご冥福を お祈りするとともに、被害に遭われた皆様の一刻も早い元凶復帰や被害回復を心から切望いたします。さて、通告に従いまして、所要の質問をいたしますので、誠意あるご答弁をよろしくお願いを申し上げます。財政再化化ににるる健全化に係る 各種計画の検証結果について以下数点についてお尋ねをいたします。現在、宮津市においては、令和元年度から令和5年度までに約41億円の財源不足が見込まれるとして、市長以下の市理事者におかれては、財政健全化の取り組みとして、市財政の 歳入改革や歳出の削減等により具体的に取り組むために外部の有識者による宮津,市宮津市税等の在り方検討委員会を立ち上げて財政改革に取り組まれていることは承知をいたしておりますしかしながら平成18年度から平成22年度を 計画年度とする60億円の財源不足解消に向けた宮津市行政改革大綱2006に始まり現在に至るまで平成23年度から平成27年度を計画年度とし18億円の財源不足解消を目指す宮津市財政健全化計画2011および 平成28年度から令和2年度計画年度とする12億円の財源不足解消のための宮津市行財政運営指針、そして今回の財政健全化の取り組みとこれまで繰り返し市財政の健全化に向けて取り組まれてきましたが、その経過や成果等について 議会に具体の報告もありませんし、それぞれの計画における財政指標等に具体の目標値が設定してあったのか、またその目標値に対して、達成率等の検証結果についてお尋ねをいたします。次に宮津市は幾度となく 財政健全化のための取り組みを繰り返してきましたが、一向に改善されないのはなぜなのか疑問をお持ちの市民の皆様が多くいらっしゃいます。そこで最も基本的なことをお尋ねしますが、一般的に言うところの借金である地方債の残額と、返済である交際費の 推移を検証するために、財政健全化の各種取り組み後の地方債残高および交際費も年度ごとの決算審査時の数値を確認いたしましたが、量化しているとは評価しづらいのですが、市理事者の各財政健全化計画とその目的等についてお尋ねをいたします。 令和元年12月定例会における市民申請クラブ徳本義孝の一般質問を終わります。今井副市長え 私から徳本議員のご質問にお答えいたしますまず、本市の財政健全化の取り組み経過についてでありますが、議員お触れのとおり、平成17年度に51年ぶりとなる赤字決算となっていこう翌18年度から22年度までの行政改革大綱2006、23年度から27年度までの財政健全化計画2011、 28年度から32年度までの行財政運営指針そして昨年度行財政運営指針に掲げる行財政運営の健全化を強力に推し進めるため財政健全化の取り組みを取りまとめさせていただいたところでございます議員からは度重なる財政健全化の取り組みを経てなお厳しい財政状況から脱却できない状況を踏まえ これまでの取り組みに対する検証と評価を行った上えで、それを今後に生かし、真の財政健全化につなげていくべきというご趣旨でのご質問だったと思います。そうした中、まず1点目の財政健全化計画に係る目標、成果、議会への報告でございます。具体の内容は様々でありますが、その目的は市役所内部、事務事業、収入など、 ありある面から見直しを行いまして、その時々で見込まれる計画期間内の財源不足解消、収支均衡を図るためのものでございます。また、その取り組みの成果につきましては、すでに期間が終了した行政改革大綱2006および財政健全化2011についてはです、ね、それぞれの期間終了後、 決算報告の期間等において機、会機会等において、期間内に見込まれていた財,財源不足解消は達成したと、ご報告をしたところでございます。また、財政指標に関する目標値や達成度は,達成度はどうかとのお尋ねございました。特に経常収支比率、実質交際比,比率等は、財政状況の健全度を図る上で、 極めてて重要な指標であると考えてございます一方、これらの手法は、見込み値を算出する上で変動要素も多いというようなことから、計画上の目標までは設定せずに、毎年の決算報告の期間において、前年度からの増減理由を中心にご報告をしてきたところでございます。次に、2点目の健全化の取り組みを続けてきたにもかかわらず、一向に改善されないのはなぜか。 との市民の声のある中で、各計画の効果についてであります。先ほどお答えしましたとおり、まずは計画期間内に見込まれていた財源不足解消を目的として策定をし、その目的は一定達成してきたものと考えております。しかしながら、この十数年の間、台風、豪雨等による災害等、不測の事態による部分もございますが、根本的には人口減少等による 市税等の基幹的な収入が減少が続いているということ、その一方で、歳出面では人件費、あるいは繰り出し金、こういったものが高くなってきているということに加えまして、喫緊の生活関連基盤の整備や、公共施設の老朽化対策等により、資材発行および高年度の交際費も高くなっているなど、構造的な要因の部分が、 改善されていないことが大きなものだというふうに考えてございまして、各計画期間内、期間終了後、なお財源不足が生じるようになっているというふうに考えてございます。そうした状況の中で、最後に今後の財政健全,健全化に向けてでございます。厳しい財政状況が続いている中で、議員もお触れのとおり、本年度立ち上げた市税等の在り方検討委員会において、本市の行財政運営に、 る問題点、あるいは今後の在り方、こういったものについて、他方面から、また専門的な立場から分析、検討をいただいているところでございます。また来年度は現在の行,行財政運営指針の期間が終了するといったことを受けまして、次の新たな行財政運営の基本的な指針を策定すべきと考えてございます。 まずは昨年度取りまとめた財政健全化に向けた取り組みを確実に進めていきながら今後いただけるであろう在り方検討委員会のご意見等も踏まえまして交際費負担実質交際費比率や基金残高など指標面での,指標面の目,目標達成も含め次期総合計画の計画期間今後10年間を見据えた そうした中長期的に安定した行財政運営の基盤づくりに資する指針を策定しまして、行財政運営の健全化を進めてまいりたいと考えてございます。以上、ご理解賜りますようお願い申し上げ、答弁とさせていただきます徳本義孝さん。 はいあのそれこそ今のご答弁はあの何らその言うなら非のあるとか欠点があるような答弁ではなくってきれいに申し訳ないけど相場な的にきれいにお答えいただいてあの私としてはう、まあ、嬉しいようなある意味では物足りないというかあの本来なら これからちょっと私、厳しいというか、ちょっとあの乱暴な言い方になるかも分かりませんが、市民の皆さんが思ってらっしゃるようなことということで、やっぱり代弁をするという意味で、ちょっとあのきついというか、答えづらいような質問になるかもしれませんがね、ああ先ほど言われたように、行政、行財政の運営というのは、われわから見ると、やっぱり財政力指数であったりとか、経常収支比率。 まあこれはもちろん大変なんだけども、この宮津の場合は、ある意味じゃその健全化の判断比率、まあ、国においてはね、やっぱりその夕張さんを見て、早期の健全化計画、まあ、早期の健全化基準であったりとか、まあ、財政の再生基準であるとか、こ、ま、と、あ、は変わりましたけれどもね、そういうようなものを作っておられます。 実質交際費比率や連結、うんうん、実質赤字比率、実質交際費比率および将来負担比率、それぞれの財政値が決まっていますよね。これが例えばあの健全化基準になるとか、再生基準になるとか。そこでね、私、非常に気になっておるのは、一部の報道で、宮津市が財政破綻寸前で、第2の夕張のように、 財政再生基準値を超えるとの報道がありました。市民の皆様には大変ご心配をおかけいたしましたが、平成30年度決算審査を通じ、慎重に各数値を議会として検証いたしましたが、どの数値においても国が定めるところの再生基準値を超えたものはありません。ですから少なくとも、 第2の夕張という言葉が当たるか当たらんかは別として、そのようなことを言われることについては、非常に心苦しい点があろうかと私も思いますし、また市長としても軸々たる思いがするのではないかなというふうには思います。しかしながらね、なぜこういう状況が常に起きているかといいますとね、ここに一つ例があるので、お許しを得て若干数字を読ませていただきますけれども。 これがあの借金ですね、資債です。これが平成2年から平成13年の間に、約60億の資債を発行しているわけですね。この島崎公園であったり、府中公園、ふれあい公園、清掃工場、その他その他いうことで60億円。それから、この中には宮津の歴史の絵方が19億円。宮村の紙団地が約7億円。 まああの見事に次から次からといろいろなものをおやりになりましたそしてやった借金が返せなくなったからって次取った手が平成17年に取った借り返さえという手ですこんなものはどこまでいったって正しい財政運営ではなくって緊急避難でもうどうしようもないから借り返させてくださいよ例えて言うと赤字で大変厳しい会社がなんとか 借金回数額を減らしてくださいねって言って、金融機関に泣きついて、そしてなんとか営業努力をしますので、ということで許してもらえるのは、これが通常でいう借り換えですよね。そういうことを、その時点で借り換えの42億をしたということは、当然、この付けが、後年度に回ってくるということが前提になるわけで、ここを踏まえて、なおかつ実際であれば、その返済も、 あの交際費についても、期間が長いですよね、20年、30年と。実際問題、今回の、あの例えばというと、今、有利な被災と言われている、家災を充当した事業が、例えば、えー、防災拠点整備、まあ、これは少ないですけどね、宮出小学校の方では15億円、それからごみ焼却の方にはまたたくさん行ってます、まあ、阪急ビルの方にも9億円以上行ってます。 こういういものとまた当然ダブってくるんですよねそうすると、交際費というのはいつまでたっても落ちないと、まあ、ただ、あの70%ゴールデバックという有利な財源をお使いになっておるので、それほどむちゃくちゃな交際費のアップということにはならないのかなとは思いますけれども、当面、当面多分3年か4年ぐらいはかなり厳しい交際費の数字が並ぶのかななんていうふうに思います。 で私は、ねこのね、なんでこういうふうな第2の夕張なんていうような報道が流れたのかなと思った時に、ね、やっぱり平成30年10月に公表されたあの平成31年度から平成35年度末までの41億円の累積赤字これが見込まれるということが表にいッっと出てこの41億円も足りないなんてということが一人歩きしたんじゃないかと思うんだけども。 市長並びに副市長どういうふうに思われます。なぜこういう報道がどん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 先に走っていくんでしょうか。今井副市長、はい、えー、本市の財政状況の実態このについてのお尋ねと思います。お答えさせていただきます。まず三十年度決算における国の健全化判断指標の数値でございますけれども、議員もご指摘のとおり。 実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字決算ということでゼロ、また実質交際比率は20.9、将来負担比率は221%でございまして、これにつきましてもです、ね、法に基づくそういった基準のはクリアをしているということでございます。 ただし、ここでいう基準をクリアということは、法におけるいわゆるイエローカードであります早期健全化基準、あるいはいわゆるレッドカードであります財政再生基準までは至っていないということであります。しかし、その実態は実質赤字支出、連結実質赤字比率についても、基金の多額な取り崩しによって何とか黒字と。 を維持したということでございましてまた実質交際比率は将来負担比率についてもです、ね、法の基準は何とかクリアしているもののです、ね、極めて高い水準でございます特に実質交際比率あるいはさまざまな財政指標今現在先ほど議員からもお触れになった資税の在り方検討委員会の方でさまざまな観点から分析をいただいてございます そういった委員会の中でもです、ね、府内市町村の中でも、あるいは類似団体の中でもです、ね、非常に悪い財政状況だというふうに判断をいただいているところでございます。一方、あの昨年公表した向こう5年で41億円の財源不足については、平成31年度から平成35年、この5年間、現行のサービスレベルを維持すると仮定した場合の試算でもございます。 つまり30平成30年度までは、なんとか基金の取り崩し、これによって収支均衡を保ててきましたが、基金が底をついた現状では、今後、収支均衡を保てず、平成31年度以降、赤字が発生し、その累積が平成35年度に41億円になるんだということで、お示しをさせていただいたということでございます。 これをお国の財政健全化判断資料で申し上げれば、これまで基金の取り崩しにより、数字としてあわれ現れてこなかった実質赤字支出が発生し、それが年々悪化し、近い将来、国の財政再生基準を超えるという意味であったということで、こういった内容がです、ね、一部、報道等によって一人歩きしたものというふうに考えてございます。 ただ、本当にこの直近の3年間、これも委員会の方でいろいろとご指摘を受けておりますが、やはりこの3年間の財政運営というのは、非常に財政を悪化させたという大きな要因だろうというふうにも言われてございます。いずれにしましても、現状、本市の財政状況は非常に厳しいということは間違いないというふうに考えてございます徳本義孝さん。 まさ、ね、しく今、副首相のおっしゃったとおりでね、どうしてもこの直近の3年で、まあ、何とも相当の、まあ、新発剤を発行したということで、これはあのこれからもまたずいぶんと気になるし数字にはなるんだろうなという懸念は持っております、そこはまたあの当然、財政当局でなんとか交際費の平準化というか。 きちっと,と、ね、またお願いだし、まああの、どこの、我々もよく行政視察とかいろんな視察で各市町村に行かせていただくんですが行きますとね、やはりね、パッと最初に見るのは経、ね、常収支率なんですよね、なぜそれを見るかというと、それを見るとやっぱりどれくらい、まあ、自由度があるかということの一つの目安になるんですよね。 まああの大概我々とそう変わらないところに行ってるんですけれども押しなべて95%からあの悪くっても96の範囲ぐらいですよ大体悪くってもですよだからそういうことを考えていくとやはりそこは特に気をつけなきゃいかんなそれからもう一つはやはりどうしても記載の発行を制限されるような数値というのはこれはもう当然自由度を奪う行政としての独立性を 脅かすという意味では、そこにもやっぱり特に注意をしなきゃいかんのかなと、そんなふうな思いがします。まあ、ところで、果実の,の全協議会で、公表されましたあの令和6年度までの財政見通しでは、国の過疎地域自立促進特別措置法によるところの過疎対策事業債の発行が、まあ、見込めることや、さまざ、あ、まな財政健全化の取り組みにより、まあ、累積の赤字を 6200万ぐらいに止め,るんで止めることができるんではないかなという、まあ、見通しが発表されました。しかしながら、あのこの宮津市のような産業構造や、まあ、少子高齢化など、まあ、人口減が顕著な全国の市町村、どこでもですよ、財政状況というのは非常に厳しいことは変わらないと思います。したがって、財政の再建、再生ではなくってね、 そういうことの努力も必要なんですけれども、本当を言うと、ずっと続けなきゃいけない努力があります。それはやっぱり人口はどんどん減っていく、必要なものはそんなに必要な経費は減っていかない、そうするとどうするかというと、今やっているような財政の健全化のための取り組みというのは、これはもうこれからもずっと続けていかなければ、宮津市のような弱小な、こういう構造を持った、 地方自治体は持たないといととうことですですから、そのことをよく考えて、私は行政としても、市民の皆さんにもあの、大変厳しいこともお伝えしながら、この宮津市の財政状況の中では、これまでのようなサービスは維持できませんよとか、これまでのような大きな建物を維持することはできませんよとか、厳しいことを言うことになっていこうかと思います。でもただその向こうに宮津市は 財政再建団体やそんな団体にはなりませんよと、宮津は子にも孫にも、その先にもちゃんとつないでいくんですよ、そのための今、努力をしているんですよということを、強く、強くこれは、市長なり、皆さんの方から、これはちゃんと市民にお伝え願いたい、そうしていただけたら市民は、できるだけの努力は、ご協力はしてくれるんじゃないかな、当然我々議員も。 あの当然、努力はしてまいりますし、ご協力もしてまい,らまいろうと思っております。でもただ、何度も何度も申し上げますけれども、やはりこの我々が愛し、我々が住んでいるこの宮津を大切に思う気持ちからでございますので、どうかその趣旨をお受け取りいただいて、もしお話が、コメントがありましたら、一言だけいただいたら、私の質問はこれで終わりたいと思います。今井副市長 所轄、はいえー、議員の方から、えー、いろいろとご指摘を頂戴しました、ありがとうございました。今後の、えー、宮津市、先ほども、えー、ございました通り、この宮津市が将来に向かって持続的に発展していくということに向けて、えー、今後とも宮津市、えー、市役所一体となって頑張っていきたいというふうに考えてございますので、今後ともご指導、ご鞭達を頂戴してい、えー いただけるようお願い申し上げまして、答弁とさせていただきます。